今日は短柑の収穫をします。短柑を収穫する時の7つ道具。落ちない。この先の丸くなってちょっとカーブのあるハサミ、これを使うと短柑を傷つけないで取れます。あと20キロ箱。そしてこの一個一個取った後入れるバケツと、それをかける S 字フック、これがあると意外に簡単に取れます。では収穫をしていきます。その枝じゃちょっと弱くない？下げるの。まだちょっと時期が早いっていうか、もうだいぶ色づいてるから収穫するんだけど、選びながらしていきます。青めののは残していきます。二度切りです。もうちょっと上から切って。こんな風に鳥がつついてあるのもったいないです。でも傷んでないので、家で食べる分には十分です。本当に今年は豊作。大きさもちょうどいい感じ。この木で音何個ぐらいになってると思う？もうだいぶ古いよね。20、30年になるでしょう。200個ぐらいはありそうよね。でもこれでもだいぶ下の方はイノシシに食べられたのよね。ねえ、おへそぐらいまでののは、もう早いうちでイノシシに食べられたもんね。今年はあったかいから、なんかみかんの葉っぱがよく落ちるちてた。だから早い収穫で早く元気が出るようにせんといかんみたい。短柑は収穫したらまたすぐ花が咲くもんね、休んでる暇がない。あげ、それなんか 2L ぐらいかい。 2L ね、 2L 2L と 2L ぐらいが一番美味しいよね。なんか、M も美味しいんだけど、やっぱり見栄えとかいろいろ考えると L2L に育ってくれたら一番いいわ。この木なんかだからとってもいい感じ。イノシシ対策としてこの網をしてます。意外にこれ効くよね、いっぱいになったの。優しくこぼしてる。農薬は一度もかけてません。でも十分綺麗な短柑ができます。
単管肥料とか、甘みの単管肥料中のとか入れるがね、あれの中には農薬とか入ってんのかい。ちょっとその辺は微妙ね。うん。でもこう、いろんな薬系はかけないよね。うん。この辺をとてもいい色してる。うわ、この辺美味しそう。木が病気にならないように風通しを良くするために枝はたくさん落としてます。春に本当のオレンジ色ね、綺麗な色、美味しそう。こんな感じでずっと収穫していきます。音は今あれ上の方の色づいた単管を取ってました。この木はちょっと摘果をするのが遅かったので実が小さいです。 M サイズぐらいね。実がたくさんなりすぎて木がだいぶ弱ってきてるのでちょっと早めの収穫をします。この木も同じです。葉っぱがだいぶ落ちてしまいました。だから早めの収穫をします。この辺の小さめの木は、ほとんどイノシシに食べられたんだよな。なんかまた最近来てるね。どうやって皮をむくか一回見てみたいんだけどな。じいちゃん植えた単管の基地何本ぐらいあると思う？何本ぐらいあるかいね。単管なってるやつ？焼き。火は120。120?その輝きとかいろんな柑橘で50本ぐらいあるから170ぐらいはあるかもね。でも毎年半分半分ぐらいだもんね、実がなるのね。ここもだいぶちょっと葉っぱが落ちてるね。綺麗だよね、ここのみかんね。まだちょっと選別しながらだから時間かかるよね。でももう30分で3箱ぐらいは取ったかい。2箱ぐらいね。この一箱これぐらいで20キロぐらいかな。20キロで数的には8個ぐらい。あっという間にいっぱいになる。ちょっと何日間か寝かせて、その後きれいに拭いて箱詰めします。